はい、さて私のデッキの中でちょっと問題児がいるんですけど、こうどう組んでも強くならないこのカード。じゃん、自在天皇、なんだっけ、自在天皇か、うん、こいつがどうしても強くならない。なんだっけこれ、君がこのカードに登場しているなら君は先陣機以外のモンスターをコールできない。できないですね。なるほど、カウンター起動、このカードを攻撃されている攻撃中君の手札の先陣機1枚捨て、捨てたらそのターン中このカードは反撃を得る。登場にレイジを払う。8000、5000、うん、先陣機しか持ってないのか。1005なんですよ。あ、ジェネリックのカードね。まあね、でどこのワールドにも入るけど、まあでも効果を読む感じだと先陣機をでモンスター固めないとちょっと辛い。確かにね、出せないから、ね、反撃効果使うならそうだし、なんだっけ、登場しちゃったら余計にだよ。そう、でもこいつ自身はタダで出せる。ああ、そっかそっか、効果自体はないのか。ちょっとこれどのくらい残念なのか一回皆さん見てもらって、ちょっとデッキの意見をもらおうかなっていう、今回企画にしてみようかなっていう。じゃあ俺負けよ、ちょっと残念じゃないじゃんってこう言わせればその企画はぶっ潰る。ちょっと勘弁してくださいよ。よしよし、勝ったな、いろんな意味で。勝負には負けてなんとかには勝ったって。逆じゃない、あれなんだっけ、試合に勝って勝負に勝ったか。負ける、試合に負けて勝負に勝つんでしょ。そう、試合に負けて勝負に勝つ。そうそうそう、それで OK。 その戦法でいこうよ。第1章はグー、じゃんけん、ほい、はい、先行ということで、オープンザフラッグ、エンシェントワールドで合わせてみました。なるほど、俺はこれいらないかな。チャージ&プロ、ああなるほどね。同じ芸術支払いを取らせ、はい、分かりました。闇ギス、はい、でバトル2点、はい、2点受けた。じゃあ無味送り、はい、ちょっとワンドロー、ダイブ、ドロー、コールできないんだから先に他のモンスターを出す分には問題ないと。じゃあ先に、呼吸のすぐリード、1枚相手の、1枚相手のゲージを1枚ドロップゾーンに置いて自分のゲージを1枚置くよと。どっち、こっちかな、うん、そっちだね。特に今破壊する必要もないんですが、うん、じゃあねゲージ2を払って、じゃあ自在天皇バディコール、あ乗った、左になったね、乗りましたよと、はい、どうぞ。バティゴリ1点回復、うん、あとサイズが1空いてるから、うん、じゃあスカイドラゴンゲージ1ね、はい、でバトルするぞ、はい、どうぞ。じゃあ呼吸とスグリードで2点、その2点は食らおう、はい、じゃあスカイドラゴンで2点、スカイドラゴン2点、これも食らおう、1点、じゃあ自在天皇2点、2点、それも食らおう、2点、はい、はい、ターンエンド、おっ、ドロー、もういいか、いらねえな、よし、どうしようかな、これでこうか、ジャージャンド、はい、はぁ、いらねえ、じゃあコールしていこうかな、はい、コメンカットさん、どうぞ、バリコール、どうぞ、別寿司、あ、こちら、もう一回絶自死と、はいどうぞ。さてバトルで、はい、まずはカット差4000でスカイドラゴン、スカイドラゴン考えるね、スカイドラゴンか、しょうがないな、はい、じゃあ連携でブリード、ブリード、じゃあ優位周到でセンターがいないから一回攻撃守るよ。はいよ。じゃあエンドフェイズ。はい。効果でゲージに入れるのはどうかな。ここはまあこれ2枚ぐらいかな。はい。はい、じゃあターンエンドで。うんだろ。なるほど。チャージ。ドロー。そう。じゃあ龍子清水。はい。2点払って。ゲージが2増える。いや4増えるんですね。1、2、3、4。どうぞ。
じゃあスカイドラゴン、いいぞ、さっきと同じ陣形です。呼吸とスプリット使う効果はねえや。呼吸とスプリットでアタック2点。じゃあゲージ1、はい、変更石火スピーサリー、じゃあこれでブロックで死にます。じゃあスカイドラゴン2点。スカイドラゴン2点。それはスキルサギは1000しかなかったのね。1000しかない、はい、フラウか、フラウ前にミクス、はい、1、2、3、4、5、6、7、2点くらいます。はいよ、じゃあ自在天の2点。それは1点目です。 OK、 ターンエンド。おお、タイヤンドルなし。はいよ、じゃあ弓の回り1、はい、1、うん、ここで本当はここで呼吸とスプリット出したいけどね。はい、100件の長さまよう、さ、うわー強くない。そしたらどうしようかな、強くねえな、全体的に。じゃあゲージ1払います。はいよ、効果で6から、はい、闇爪をこう、ここ闇爪、オッケー。で、どうしようかね、いいんじゃね。そしてライフ1、はい、ゲージ1払う、ギリギリにしてきたね。はい、裏跳ねくい、バトルかな、跳ねくいですか。では3、スカイドラゴン、はい、受けた。闇爪のアタック、うん、しょうがない、ここも受けた、はい、ライフリンクかな。あ、そうだ、ライフリンク1点だね。はい、じゃあこれでターンエンド。はい、ドロ、チャージ&ドローなしかな。どうぞ。じゃあケルトクロススプレッドを使います。ゲージ1でドロップのサイズ2以下のジェネリックのモンスター1体をコールコストを払ってコールするよ。はい、どうぞ。じゃあサーチホエール、はい、どうぞ。ジェネリックのモンスターなんで、じゃあこっちに、はい、どうぞ、出すよ。こいつ自身はコールコストありません。はい、じゃあサーチホエールでアタック、こいつ攻撃で破壊したら、ゲージ1枚増やすよ。じゃあ破壊せます。はい、ゲージ1枚増やした。どうぞ。自在剣のアタック通るかな。通らない。あらららら、ゲージ1枚、はい、ターンエンド、これで破壊せます。このターン、ブロ、5000あるんだよね、あれね、これね。あ、それ自在剣のは5000あります。よし、わかった。はい、こうか、ゲージ1上がって、ウィスコマッチ、はい、どうぞ。で、もう一枚、はい、どうぞ。強いね、はい、ゲージ1で、あー、いい感じ、強い、ここだね。はい、闇ギズム、はい、闇ギズム。じゃあ、コマッチでサーチホイール、サーチホイール、いいでしょう、はい。じゃあ、ここ連携で4点プレイヤー8000。じゃあ竜医周到で防御します。はい、じゃあエンドで、はい、ドロ、あー、チャージャンドローなし。なるぞ。じゃあ天竜開脚で2点減らして2ドロー。あ、いいね、いいね。竜王殿、1ゲージ、1点回復、1ドロー。なるぞ。バトル、はい、どうぞ。ここ何殴っておくかな。何殴っても変わんない気がするんだよ。殴らないって選択肢もある。あ、殴らないって選択肢がある、なるほどね。殴らない、ほんとだよ、殴んない、オーケー。どうだ、ドロ、どうせ帰ってくんだもんね。チャージアンドドロ、ゲージ消費が、いやー、でもなんか変わんない気がするんだよ。結局防御札もゲージ使うやつないからね、この人。マジマル、はい、じゃあ、タッキーマチョ、サバンド、あんまゲージ減らさせたくないんだよね、そっちのデッキは。なんで関係ないじゃん、もう。もう墓地超えるじゃん、だって。いや、超えたとしてもこれ使えないじゃん、ゲージなくなっちゃったら。いやー、だって変わんないって。そうな。さて、そしたらここからかな。6002点は、6002点、受けよう。じゃあここか、耳送り、はい、アンドロー、いいだね。ここ連携8000、4点プレイヤー、優位シュート、はい、もう守ります。ダイエンド、ドロー、うわ、これ使えないじゃん。チャ
ちゃんとドロー。やべえ、今これ使ったら強いんだけど使えないっていう、スカイドラゴン迎撃値あるぞ。そう、1回だけ自在天の目つぶってくんねえかな。スカイドラゴンアタック、どこ6000で真ん中センターでいい、真ん中、真ん中大丈夫です。ドラゴンクライマーです。2点取れ、取る、うわうわ、マジでボイルの話、ボイルの話死んでんな。いや、本当はテンブ握ってたんだけど、あーテンブ使えなー、出なーい出なーい、本当使いにくいよな、この時代天の、時代天のな、なんかいい方法がないものかと視聴者に尋ねたい。できればコメントお待ちしております。次の動画で、うん、レシピ公開するか、レシピ公開して意見をもらおう。そうだな。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。